止まんの？飲めない。次審議員になってごめんなさい。夢を見ちゃいなことを思う子に叱られたわけが今わかるの今日まで幸せくれたパパとママにあなた傘に任せて家を出た時励ます言葉が身に染みたよ。どんなに背伸びをしても腕の中で期待通りの僕じゃないけど素晴らしい人に出会えた。もしも涙が溢れそうなら褒めるよ。何も本当に本日はおめでとうございます。